こんにちは、長山です。こんにちは、クリスです。こんにちは、英能です。おっさん FM は毎週金曜日、クリスさんと長山さんが気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。 よろしくお願いします。ますやったー。えいのさんに言っていただきましたけども、えー、先週に引き続きましてですね、えー、ゲストに岡山県倉敷市在住のデベロッパーで、ウェブサービスピクセラの作者こと、えいのさんに来ていただいております。えいのさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初じゃないですか、これ、でも。そうそうそう、ね、ゲストに来てもらったのは初。 <笑><笑>あの希望今後ねあの希望されるゲストの方いらっしゃいましたら <laughs> あのこちらも対応<う>可能ですのでもともと栄能さんがそのさ,さよならさ最後にねこうさよならってあのまた来週お会いしましょうさよならっていうところのさよならをゲストが言うべきか言わないべきかを <laughs> さっき、あのーね、ちょっとこう収録外でちょっと聞かれていて、うん、そうなんですよね 気になるってるところだったんですよね。てか、<laughs> どっちかっていうと、言え言えって言って,言ってくれって思いながら聞いていたところだったので、<laughs> <laughs> あのお二人はどういう風に感じてらっしゃるのかなっていうのは、ちょっと聞いてみたかったところだったんですけど、これって、ここまで意識してるのって僕だけで,ですかね。<あ>お二人まあ僕、編集、僕してるんで、はいあのあ、今回言ってるなとかは思ってますけど。 言え言え, <laughs> え,えとは思ってないけど僕 <laughs> <あ>もう収録収録の時にあの特にあんなはないんですよそのゲストの方に言ってくださいも言わないでくださいもないのでそこはもう好きにしてもらっていいと思ってるんですよで、うん、でだからまあ毎回あこの方は言ったなあこの方は言わなかったなぐらいは思いますけど <laughs>、うん、別にどっちがいいとか悪いとかは特にないですね流れでや、ね、流れですごくあの。 さよならって言われると、なんかほっこりするというか、<ー>はい。ああ、良かったなって思うんですよね。はい。別にない,い、ね、ないからよくないってわけでは全然ないんですけど、うんうん、はい。なんだったら本編を聞きなら、この方は言うかな、言わないかなとかそう,い <laughs> そうはい、聞いてますね。へ <laughs> えー、えー、嬉しいですね。なんかそういう、そういう楽しみ方、結構斬新で面白いですね <laughs> いや。多分ね、これ、あの、 まあ、あえてこうやって言わないだけで多分気になってらっしゃる方結構いると思うんですよね。はい、本当ですかあ本当ですかじゃあ、もしかするとこれ聞いてね、私もとかね、私もそうかもっうかもぜひなんかリアクションしてもらえたら嬉しいですね。で,すねはい、でも逆にね、こんなこと言っちゃうと多分今後、 なんか基本言われるようになると、ちょっと僕のそ,のそういう、なんていうんだねよ、予想みたいなのができなくなっちゃうのは、ちょっと。<laughs> いや、まあでもね、多分別に今後も特に案内を出さないので、うん、あなるほど。多分その時の空気でになると思います、ね、こう収録してる間って、やっぱりどうしてもね、最後のさよならことはあんま考えないので。 この間、だってセコンさんなんか、さよならはもちろん言ってくれましたけど、2回目の収録の時にね、最初に今週もよろしくお願いしますの紹介前によろしくお願いしますって入ってましたそういうパターンも、基本自由な番組ですから、素人がやってるね、自由な番組ですあのそうそう、エイノウさんに、前回聞きとけよって話なんですけど、エイノウさんってずっとね、我々言ってますけど、エイノウさんのハンドル ID、 の、その、由来というか、あのね、ツイッターとかを見ると、こう、アルファベットの A ハイフンで、あの、知るの、農ですかねって書いてますけど。ね、はい。芸能さんって <A> 確かに言葉だけ聞くと、なんか、農業をやってる人なのかなみたいな。芸能。酪農の仲間みたいな。あの農家を営むみたいなね、芸能、はいうん。これ、なんか、由来はどういうところなんですかね、これ。そうですね。あの、このハンドル名をなんか考えなきゃなっていうタイミングって、 誰しも一度はあると思うんですけど僕ももう何年前、もしかしたら20年ぐらい前かもしれないですけど、そういうタイミングがあって、なんかいいのないかなって考えた時に、ちょうどなんかそのタイミングで、あの松坂大輔があのメジャー行って、うんうん、で、三振取りまくってるみたいな、そんな時代、時代、そんな時期だったんですね。はい。で、なんかそんな彼は、 ダイス K って呼ばれてますみたいな。まあ、K ってあの三振の K ですね。あまさかダイス K でダイス K で。あ、うんうん、めっちゃかっこいいって思って。あ、これだな。うん、この方向性だなっていうふうに思って。<laughs> はいで。で、自分の名前。あ、でもダイス K だけど全然三振取らないしな。でも井上、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 えいの っていう感ちょっと待ってください。今、なんか、いかにもそれっぽく話しましたけど、急に変わりましたね。井上、井上、井上、えいのうって。なるほど。でも、アナグラムなんですアナグラムっていうのが、井上の絵が頭に来ると、えいのうなるのか。ですね。はい。そうですね。ただ、ずっと仲良くこの。 文字でテキストでノ脳って書く生活を過ごしてきて、その時は全く気になってなかったんですけど、えっ、ー、と、そのハテナに入社すると、あの、このハテナ、ID で呼び合う文化なんですよね。うんうん、で、多分ほぼ初めてなんですけど、英脳、うん、さん、英脳さんっていうふうに呼ばれるようになって、うん、はい、あの、でしょう、ね、<ー>発音するとこうなるんだっていうのもあり,ありましたし、あと、<laughs> 思いのほかノ脳って発,発音しにくいなっていうのも <laughs> 感じてですね、 母音が続くからなんですね。海外の人とかだとちょっとさらに発音しにくそうですすね。なのでなんだろうな気に入ってないわけじゃ全なくてすごく愛着はあるんですけどたまに呼んでくれる呼ぼうとしてくれる方多めの前にすると心の中で「すまんな」って思いながら受け入れてます。ちなみにご家族というは あのイノ、はい、さんの,そのハンドル的なことはご存知なんですかああ一応なんてうち知識として知ってるっていう感じですかね<ー> <laughs>、はい、知ってはいますね家族っていうか、まあ、妻ですけど、はい、奥さんはい本当に呼ばれるんだみたいな感じなんでしょうねきっとねああ<ー>そうか確かにでも奥さんの前でこのハンドルネームで呼ばれたことはないかもしれないああじゃあ呼ばれるとちょっとこっぱずかしい感じがするかもしれないですねはいしらないですね でも苗字からの変換ってことなんで、引き継ぎ可能じゃないですか、そのジュニアとかにこう、ね、<ー>お子さんとかにこう渡,せて渡していけるものだと思うので、<laughs> 大事にしていきたいですね。<laughs> そ,ん <な S 2> <laughs> そんな感じなんだてい。受け取ってくれるなら、いいですね、営農さんということで、はいまあ、あの苗字から変わって。 変換されたとということでうえちょっと謎が一つ解けましたけども、はい、あの後半の今回はですねそんな営農さんからちょっとこう持ち込みで聞いてみたい、はい、まあ話してみたいこと聞いてみたいことをちょっといくつか持ってきていただいてるんですけどはいそうですね最初がこちらはいあの過去の自分に向かって、うん、今のお前こうだぞっていうふうに。 だから頑張れよお前っていうふうに胸を張って言えるようなことってありますかっていうのはちょっと聞いてみたかったんですけど<ー>うん過去の自分どんぐらい過去あどんぐらいでもいいどんぐらいでもいいと思います<ー>はいに対してまあその当時の自分に対して自慢できることみたいな、うん、そういうニュアリンス、ねはい、ちなみに僕は <laughs> なんですけど、うん、はい。これもしかすると、あの、カットになっちゃうかもしれないんですけど、はい、あの、それこそ、ハテナっていう会社に、はい、まあ、実はというか、もう、めちゃくちゃ入りたく、たかった、たくたくてですね、うん、はい。まあ、それもあって、その、岡山で新卒で働いてた会社を辞めて東京に出てきたっていうのもあったりしますし、うん、はい。あと、まあ、実はというか、なんというか、あの、ハテナに入るための,その中東採用への応募も、 えっと、合計4回やって、4回目でようやく。そうか。はい。ハテナに入れたてって。に入って。いう、ね。はい。のもあるので、はい。その当時、そのハテナに入れば、入るためにはどうすればいいんだろうっていうことを毎日のように考えながら、あれの勉強してみようか、これの勉強してみようかみたいな形で勉強しまくってた当時の自分に、今もうちょっとやめちゃって、<laughs> やめちゃってますけど。<laughs> やめちゃってますけど、いや、お前、そんな頑張れば、 ちょっと、だいぶ先にはなるけど、ハテナ、入れてるし。 なんならそのハテナの社長さんがやってるポッドキャストに今出てるよそういうふうに言えるなっていうのが、はい、僕の胸を張って言えることですけど、きっとでもそういうのって、はい、お二方もあるんじゃないかなと思って、ぜひいちょっといいですか、ねニオさん。はい、はい。なんでカットになるかもしれないと思ってますか全然カットにならないでしょあ、本当ですかいや、びっくりした。何喋りだすのかて、僕ドキドキしすい。や、なんでしょうね。その、え、ハテナってそんな4回もっけていいんだとかっていう。ああ、そうでね。 出すの別に、どんで会社も、ね、うん、制限 <laughs> を設けてる会社もないないと思いますけど、ですよね。<laughs> いや、でもなんか、さすがに、なんか業務業務妨害じゃないですけど、<laughs> <laughs> いや、業務妨害のことないでしょ。<laughs> はい、全然、はい。いや、いい,い,いと思います。あ <laughs> な,なるほど。でそんな、そんなようなことを、まあ、われわれがないかっていうことですよね。そうですね。はい。あ、過去の自分に対して、まあ、い,いくつかの視点では、まあ、もちろんね、あるあるかな。うんうん、まあ、じゃあ ちょ交互僕からいきましょうか僕だとうんまあちょっとその仕事の話になるとその芸能さんにちょっと若干かぶる部分があるので最近の話で言うと最近あのギターを練習してるんですよね、うん、今年に入ってギターも買って練習してるんですけどその中学生ぐらいの時にちょっとちょっとチょロッとギターやって弾けないと思って、うん、ちょっとまあ 真面目に練習するのを諦めてた自分に対して、いやなんかコツコツとやってると、ちゃんと、あの、ちょっとずつでも、あの、弾けるようになるんだぞっていうのは言いたいですかね。うん。だから、こんな話が来たんじゃない。皆さんょこんな話じゃなかっ、ね、な話が来たんじゃい。違いますね。らしいなんか、あれですよね、今、あの、えっと、音楽仲間の方と、なんか、組ん訓練とかされてたんですよね。もやったりしてますけど。うん,うん。でも、なんかこう、まあその、その拡張で言うと、なんか、割とこう、 子供の頃って、なんか大人ってちょっとこうつ、つまんなそうというか、仕事ばっかりして大変だなとか、その責任ばっかりみたいなイメージを持ってた、中学生、高校生ぐらいのとこありましたけど、やいや、全然40代めちゃめちゃ楽しいよ、みたいな。うんうん、多分僕、その人生の中で一番楽しいかもしれないですね、今ね。それはでもあるね、40代。意外に楽しいねっていう、ねうん。楽しい。うん、うん。だから全然、こ,れこの調子で言ったらこの50代もっと楽しいだろうなとかする、そうう。 ありますでも、ね、今が一番楽しいっていうのはめちゃくちゃいいですね。うん、楽しさで言うとそうか、まあ、もちろんしんどいことももちろんありますし大変なこともね責任もあるんですけどその分ねこう幅が広いというかねあの楽しいことはより楽しいっていう感じがしますけどねうん、まあ、そんなことかな。うんうん、ど,どうすすかか山さんありま,すかまあ僕はまあ独立して フリーランスでやってるんですけどねやっぱり独立した時に不安だったりとかしてたわけですけども、うん、なんだかんだ言って10年以上続いてるよっていうのは、うん、まあその時に不安だと思った自分には言えるかなって感じですかねまあもちろんこの後どうなるかってのは分かんないですけどもそれはあるかな、まあ。確かにこう 独立するのってやっぱ大変だと思うんですよね、その一人でやっていくっていうのをね、でもそれでやっぱこう長く続けるって、それはすごいですもんね、うん、確かに。なるほど。これも他にあるかな、まあ、僕、佐っきのハテナの話で言うと、うん、そのやっぱ自分が営農さんと一緒で、ハテナに入れるとは思ってなかったんですよね。この間、ちょっとそういう記事が、あのインタビュー記事みたいなのを出していただきましたけど、 入り口がその当時の CTO の直哉さんが Google ディベロッパーデーの2007年のやつかなでなんか講演基調講演かなんかしてたのかな,なんか登壇されてるのを見て、うん、えなんか結構同い年というか同じ世代の人がこんなところにで Google のカンファレンスで喋ってるみたいな <laughs> すごい衝撃を受けてそんな人が CTO やってるその少数精鋭であろう会社に入れんのかなみたいなのがあったんですよね。 で、まあな、なんとか頑張ってそこで入って、なんか自分の居場所を見つけて、なんか頑張ってた、来たぞ、みたいなことは胸を張って言えるんじゃないな。それも間違いないですよね。うん。やっぱりでも仕事になっちゃうね。仕事だね。仕事か。なんで僕最初にギターの話出したんだろうな。<laughs> <laughs> いや、いい仕いや、ギターはいいと思います。だから、うん。うん。僕もやっぱパッと出たのがやっぱ仕事だったから、ギターとかあんま出てこないしなと思って。あ、う、あ、ん。 胸を張って言えることか。胸を張って言えることか。んだろうな。あとあれかな。あのー、最近は、ちょっとおっさん FM でもちらちら話してますけど、その地,地域貢献じゃないけど、その無償の、<お>まあボ、ボランティア、まあ、無償で、その地域だったり、コミュニティに対して、こう、自分のできることをやってるっていうのは、 あるかもしれないですね PTA だったりとかその少年野球のコーチとかもそうですけどんまあななんでしょう別にそんなんやんなくてもね空いてる時間家でゴロゴロしてゲームしてたって別にいいわけじゃないですかでもなんかそこでちょっと,ちょっとでもなんか自分の力を頼ったり自分のが力になれることかだったらやってみようと思ってやってるのはまあ部屋でずっと「ファイナルファンタジー7」やってた頃の大学生の自分には <laughs> 胸を張っているんじゃないですかね <laughs> FF16 もせずに僕はそんなことやってんだぞみたいなことを言えるかもしれないですけどね。猿之さん他にあないんですかそのハテナの話以外の。ああまあやっぱ圧倒的にそれが一番なんですけどまあその東京に出て働いてまあなんとかそのハテナには入れたけれどもするとまあ不思議なもので、まあ、次のなんなんでしょうね目標というかやりたいことみたいなのが。 まさしく、その、いつかは、あの、今やってるような、あの、仕事的には、まあ、なんでしょうね。やりたいことを妥協しないまま、地元の岡山に戻りたいみたいな,みたいなことを、なんとなく思ってたんですけど、まあ、それも、今、実現できててう、うん。なるほど。まあ、うんす、すごいなって思ってますね。うん、すごい。夢、実現マンですね。まあ、そうです、ね、なんで、はい。それでいくと、まあ、前回の話にもなりますけど、はい。美観地区に何としても、 はい、自分のオフィスを構えたいなと思ってるけどこれは果たして、はい、実現するのかどうかっていうところはありますね。あ,あと一個ありますね僕ねこれ言っていいのか<お>まあこれこそカットの対象かもしれませんけどあえて言うとすると僕中高生ぐらいの時にめちゃめちゃ好きだった女の子がいるんですけどうん、うん、その子振られちゃうんですよね。うん でそ,のその恋愛は成就しなかったんですけどその後でまで、あ、今の妻というか大学に入って出会いがありで今めちゃめちゃすごい家庭は、ね、あの妻も子供もも恵まれて、えー、そ,そ,のその点に関して全くの,そのなんか心配がないというか。うん 幸せなんなんかだからそこはなんか言えますね、当時はもう、振られた時はもう,もう人生終わりみたいな、<ー>お先真っ暗みたいなことを思ってた時期も、うんあのね、若かったんでありましたけど、いや、うん、いやいやいや、いやあるから出会いがみたいな、<laughs> <その笑>まあまあ、ちゃんとそこはありますからね、ねちゃんと頑張れよみたいなことは言えるかなと思いますね。うん、これカットですねねこれい、ね、いやいや <laughs> これは <laughs>、いやいや。うん、これあの、完全に自分の子供もたまに聞いてるっていうことを忘れてましたね。いいんじゃないですか。うん、いいかな。まともなこと言い過ぎって感じはするけどな。<laughs> え <laughs> いいこと言い過ぎ。うもうちょっとなんか、はっちゃけた方がいい。まあ別に、はっちゃけですよはっちゃけですでもなんか、そういう、まあ、何でしょうね。好きな女の子にアタックしまっくって、まあ、フラレとか、あとまあ、あの、僕の場合だとそういう、なんか み、実るのかどうかわからない勉強とかをがむしゃれにやってたみたいな。なんかその時の自分って、なんだろうな、うん。今思い浮かすと結構、なんでしょうね。こいつーってならないですこいつーって。<laughs> こいつってちょ <laughs> <laughs> っと。えー、な,な,な、うん、あの時の自分めっちゃ良かったなっていう。<laughs> そね、あー。なるほど、なるほど。うん、まあでもそういう回数がたくさんある方が幸せっぽい感じは確かにしますね。 何、うん、だろうなこう自分のやってることを信じてまあやれるってすごいパワーですねよね。で、うん、そう今日もう一個なんかお二人に聞いてみたいなっていうようなところに何かまあその僕のそのハてなもそうなんですけど結構その時、うん、瞬間って何、うん、でしょうね自分は絶対 ハテナに入れるはずっていう。まあ、入れたから良かったものなんですけど、うんうん、ともすると本当にかん、ただの勘違いじゃないですけど、結構勘違いしたまま終わってたなっていう可能性もあるなと思ってて。うん、なんか、まあ、勘違いってね、そのワード自体はあんまりいいニュアンスで使われることないと思うんですけど、ただ時に、うん、その勘違いしたまま動くというか、そのパワーって、うん、すごいものがあるよなっていうようなことは、やっぱり自分の経験からも思ったりはしていて、うんうん、なんか、 そういったようなものもなんかお二人あったりするもしかすると、さっきの話とかもかぶっちゃうかもしれないですけど、<ー>うん、それはね、その結構ありますよね、勘違いっていうか、まあ、勘違いなのかなそのこれ、自分は絶対こうするぞっていう強い思いがないと、うんその、その思いを持った人全員が成功するわけではないんだけど、逆に言うと、そういう思いはない人は成功しないっていうの確実に言えるわけなんで、<ー>まずそこが入り口の前提みたいなところがあるじゃないですかそのがん、頑張ることみたいなところ。 それはままあありますよねでも、うん、まあ之助さんはさっきなんですけどハテナに入るぞって言ってこうね一生懸命いろんなことやられて結果最終的にえ入りましたっていうことですもんね、うんはい、そうですねなのでまあ当時もですし、まあ、何だったら今もなんかなんだろうなこれ勘違いかなとかって、まあ、出かけ思わないようにしたいなっていうのもありますしなんか彼今 気づいちゃったとしてもなんか見てみぬふりじゃないですけど勘違いしたままうん、うん、はいななんかおけがする一歩手前ぐらいまで、はい、突っ走りたいなみたいなことは思ってはいるんですけどね確かに僕もなんか妻によくよくその根拠のない自信があるよねとはよく言われるんですよね <laughs> 言い方がちょっとト <laughs> ゲが<違> <laughs> そうですね今いろんなチャレンジすることがまあ過去にもあったけどまあいけるやろみたいなそういうまあ 勘違,い勘違い、ある種勘違いというかね、なんかこう、別に何か根拠があって自信じゃないんだけども、うん、まあとにかく前に進んでみたら何か見えるはずだみたいな、うん、そういう感覚は、まあ、ポツポツあったかな、まあ、若い頃により,より強かったって感じはしますけどね、今は、ね、ちょっと経験上、いろいろ見えるものがどんどん増えてるから、うん、ああ、ここはこうかなみたいなのがより見えてはいるけども、うん、うんまあ、そういう、こう、ちょっと先に、まあ、行動するとか、手を先に動かすとか、そういう方が、 実際その考えてるっていうよりも実その成功にすすするる確率が高いいんんじじゃないかなかって感じがするんですよね,、うんうん、ね僕その勘違いを勘違いでそのなんか頑張り続けるためにそのやっぱ自分を信じるじゃないですけど自分の価値は自分が決めるっていう自分のやってることの価値は自分が決めるんだぞっていう軸があるだけで結構違うと思うんですよね。その うん、ちょっと例がちょっといまいちかもしれないけど、僕、例えば YouTube とかやってるんですけど、僕の YouTube、再生回数は全然ないですよ。うん。ないっすね。うん、<laughs> ないっすか <laughs> 身も蓋もないっすよ。よ実際に、別にない,ないのは事実なないんですけど、うん、その公開してもその数十再生とか、えーまあ手って百とか、そんな感じですけど、全然ないですよね。 で、その、なんか、YouTube のすごい人気動画ばっか見てる人からすると、それ何が楽しいのみたいな。あ<ー>そのな,なんでバ、バズってないじゃん、ププーみたいなことを、結構思われてんだろうなという気はするんですよ。あの、こ心ある人は言わないですけどね。<laughs> なんか、言わないですけど、その、なんか、基本的にその、バズ、万歳みたいな世界観の中では、そういうソーシャルメディアに投稿していて、なんか、あんまりこう再、再生もされない、見られてもないものを作ってるの、なんか、 ダサくねみたいな、こういう価値観もあるんだろうなって気はしてるんだけど、うん、まあ僕の価値観じゃないんですよ、ね、それはね。そこで、そこで、なんかそっち側の価値観の方を重視してしまうと、なんかちょっとこう、いろんなことがおかしくなってくるなとも思っていて。うんうん、で勉強とかも結局一緒で、なんかね、頑張ってる時に、いや、なんかその身にならないじゃんとか、なんかその成果が見えないじゃん、途中の過程の。 ねなんかその、そんなことやっても無駄だよって言ってくる人は絶対いるんですよね。なんか、ど、どんなことしてても、なんか、ネガティブなことを言ってくる人いるんだけど、うん、そこでなんかその人の、なんだろうね、こう、助言を聞きすぎないというか、全く聞かないっていうのも、まあちょっと違うかもしれないけど、うん、うん、まあ、その自分のこう、真にあるものをこう信じるみたいなのが結構大事なんじゃないかなって気はしますね。うん、あとなんか、なんでしょうね、まあさっきの、 僕の話もそうなんですけど、これまでの自分の勘違いって、まあ基本的には自分がどう考えて自分がどうなるかっていうところにとど、まあ、まってたというか、それだったんですけど、なんか最近は、あの、ま、周りを勘違いさせるっていうとちょっと、なんかちょっと怪しい感じになっちゃうんですけど、<ー> <laughs> はい、い,い、いい意味で、あの、 なんでしょうね、周りにそういうふうに思ってもらってでもう仮にそういうふうに思ってもらったんだったらその勘違いを、えー、勘違いじゃなくさせるために頑張りたいなっていうのがなんかちょっと最近の心境というかう、うん、心持ちなんですよね,いいすねっていうのが感じなんですよねうんいやいいなそういうのはいいですね勘違いそうな確かに勘違いパワーか勘違いパワーみたいにねそう考えると最近ちょっとあれだな 大人になりすぎてる感じもするなう <laughs> どうしたんですかわ <laughs> かります、でも。うんうん、もう、なんとなく、こう、結果がこのぐらいかなって分かっていることには、そのぐらいの力しか足かない,みたいな。そう、なんかね、自分が変に見えてる気がしてんでしょうね。分かって、分かった風なんですよ。年を取ると。うんうん、うん、まあ、実際分かっちゃいないんですよ、何も。本当はね。<laughs> あと、まあ、勘違い、やっぱりするのって。 やっぱそれなりにエエネネルルギギーー使使いますからねうと結局行動してるってことなんでね勘違いしてやってるってことだから、うんうん、その前にこうやっぱりそのエネルギーが出なかったりとかっていうのはちょっと最近少し感じるから僕あ、うん、のこのこの話のちょっとこうじゃないのかもしれないけどその 例えば勉強とかなんか新しいことを始めるとすごいこう成長曲線が最初速くて楽しくてどっかでこう踊り場にこう急に乗っかってマンネリ化していくみたいな話がよくあるじゃないですか。で僕最近そのギターをやっててその踊り場とはゆえなんか登り,登り方が間違ってるだけみたいなことが結構あるなと思って踊り場の中でもちょっとでもそのなんかこう なんだろうな階段を上がってる感を出せる方法がなんかあるんですよね、うん、そのいろんなジャンルにおいて。<ー>うーん例えばこのギターだとなんかこう難しい曲ね最初簡単にこうな曲からやっていって「おっヒルヒル」ってなるんだけどあるところから急にこう自分のやりたい曲が弾けなくなるんだけどそれは多分曲を選ぶの間違ってるだけで前の曲よりもちょっと難しいんだけどまだ弾けるみたいなところをちょっとずつこう探していくみたいなことをすると。 意外とこう成長実感も持ちつつちょっとずつ前に進んでいくがるみたいなジャンルのことが多分あるんじゃないかなってで、これまでの人生、僕、結構踊り場に差し上かって、なんかちょっとこうやめちゃったなってこともなんかいろいろあるんですけど、うんうん、あの時になんにこういう考え方で自分でこう次の,、ね、その課題を見つけるみたいな、次のステップを設定するっていうことができてたら、もしかしたらもうちょっといけたのかもしれないなっていうのは最近思うんですよね、なんかね。なる 今週めっちゃ真面目な話してましたね。ねねこんな感じで良かったんでしたっけと思って。<laughs> いや、いいですよ。たまに、たまにありますか,すまかはい、でもね、<laughs> 僕こういう話結構好きなんですよね。<ー>あと、まあ、お酒飲みながらこういう話しがちですよね。今日はちょっとういんですけど。<laughs> うん 確かに確かに。でも何かもう一つ何か皆さん持ってきて終わってるやつがあるんですけど全然話題としては別になっちゃうんですけどでもあの何でしょうねノリ的にはやっぱり同じような感じなんですけどこの間の会で「How to Get Rich」のお話されてたと思うんですけどその中で長山さんが「お金大好き」って言ってましたけどお金大好きっていうかお金大好きお金持ちになりたいとは言ってましたね。 やっぱりお金は大好きなんですけど、うん、はい。まあそういうふうなことを考えたときに、ちょっといい、儲け、儲け話っていうか、あの、うん、そんな怪しいやつじゃなくて、頑張れ、そういう頑張りをすれば、なんか、ちょっとそういうお金をもう少し稼げるんだな、みたいな。うん、えただ、なんか、それはちょっとだけ、なんか自分らしくないんだよな、みたいな。うん、いうよいうなときって、うん なんかお二人はど,どうしますかみたいなことちょっと聞いてみたいなと思ってたんですよなんかこの、このことをやるとお金がも入ってくるんだけど、<laughs> はい。それはなんかちょっと自分のちょっとこれまでのポリシーだったり、スタイルに合わないことをやってまで、それやるべきかどうかみたいな。そう、でも本当にちょっとだけ、 なんですよね。<laughs> 難しい。あんが難しい例。例としてなんですけど。で、まあ、目まして何,何にしても、例えばまあ自分の、うん、なんでしょうね。えー、っとキキャ、キャリアとかキャリアアップとかでも何でもいいかなと思ってるんですけど、なんかこれまで自分があ歩んできたのとはちょっと経路がだいぶ、だいぶちょっと違うけど、なんか頭で考えたら、うん、なんか悪いこと基本的にはないし、うん、で、まあ、 見方変えれば新しいことへのチャレンジだし、けどなんかどっかしらちょっと自分らしくない気がするみたいな、なんかそういったようなことって、<ー>まそもそもお二人これまでにご経験あったのかっていうところもありますし、もし仮にそういう場面に遭遇したらお二人、うん、まあ、条件付きでやるやらないでも是非お,お伺いしたいなと思ってたんですけど。はい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 。お金、まあでもお金稼ぐかどうか、個人の話だとあんまない。 分かんないですけど、まあ、僕はやっぱその立場的になんかその副業とかをいっぱいやってるわけじゃないし業として個人で受けてるわけじゃないっていうのもあるからかもしれないですねその長山さんとかだと結構な個人でやってるからいろんなお話があった時にこの案件自分っぽくないなとかあったりするんしますそういうのってそうでもないいやありますよこれは僕もやるのかなみたいなのはあるけども仕事に関してはでもなんかとりあえず やるってことが多い。これなんか、前もなんか話したような気がするけど、ねうん、あ,あ、ンさんの時か。うん,うん、うん。割とまあ、そうですね、喜んでやることが多いんですけど、多分、上野、うん、さんが、そのなんか、質問されてるのは、こうん、その魂まで売るかのみ、みたいな話なのかなと。うん、<laughs> そうですね。っざっくり言うと、うんうん、魂を売るような仕事、例えば、なんだろうな、 大量にブログを立ち上げて、うん、AI に記事を書かせて広告で稼ぐっていうアイディアを思いついたとしてまあ確かにやればできんなみたいなふうに思うけどじゃあ実際やるのかみたいな部分ってまあちょっとちょっと変で,変で極端な例かもしれないけどまあでもそれをこう少しグラデーションしていってしていった時にどうするかっていうところかなとは思っていてうんで ダイレクトになんかすごいグレーとか黒いような仕事っていうのはしたことないんですけど僕はその自分でフリーランスやってるんでちょっと事業内容を変えてみようと思ってなんか少しち違ったジャンルのことをお客さんからお,かお金をもらうっていうことを考えてやってみチャレンジとしてしてみてるんですけども<う>まあ別に魂を売るような仕事ではないんだけどやっぱりこうしっくりこないっていうか自分の中でこうやっぱりある程度情熱が長期的に傾けられないと やっぱり疲れちゃうというか息切れしちゃうというか結局あまりこう身にならなくてうんでお客さんに対してもこうなんかちゃんと成果が出せてるのかなみたいな不安が大きくなってきちゃったりとかそういうことがあってやっぱりこう自分のフィールドある程度フィールドみたいなところで仕事してる方が成果が価値が出せてるなーって気がするんですよねうんそれでもやってみて よよか後悔はないというかやってみてよかったなっていうのはありますかうーんとやってみて向いてないってことが分かったってことが唯一のところかなもちろん別にその人を騙したりとかそういうことではなくてうん、うん、一応ある程度きちんと成果は出したと自分で思ってはいるんですけどもうんかそうねそういうところを掘り下げていくよりは、うん、自分のヒールでやった方がいいなみたいなところはあったりはしますね。うんうんうん それはなんかまあ今回分かったな,なその分野のお仕事でまあそういうことが向いてないなっていうのが分かったっていうことだと思うんですけど今度また別の分野で同じような挑戦をしてみようとかっていうのは思われますかそれは思うんですよ。思う。なるほど、うん、なるほど、うん。そうですね。んかフリーランスでやってるとだから多分、うん、そういうことは多分永遠に考え続けるのかなと思っていて、うんうん、でそれが自分がどの程度ずっと情熱を固められるかっていうところは。うん あるしでもやってみないと分かんないっていうところもあるから、うんうん、そこはちょっと難しいところですね。うん、ただ魂を売らないラインっていうのはやっぱりあって、うん、そこは何かなんだろうななんとなく自分の今まで生きてた経験上決まっているって感じですね。うん、これはまあ思いビジネスとして思いついて、まあ、人には半分冗談みたいなこと言う,言うけどまあやらんわなみたいな。うん、うんうん なるほど。なるほど。なんか、えっと、前半でもちらっとたまたまお話出た、なんか結構、なんでしょうね、似たニュアンスなのかなっていうのが、例えばこの、おっさん FM をどうマネタイズするかみたいなのも、ちょっと近い部分が、うん、もしかすると、うん、あるのかなと思ったりとかして、やろうと思ったらね、それこそ、なんでしょうね、途中でスポンサーご紹介しますみたいなことも、多分やればできるし、えっと、サポーター限定の、 エピソード配信とかも多分できると思うんですけど。うん。うん、ああ、なんかで、ね、もそういうレベルでいくと、僕はなんかそれ、それがなんかその、ブ,ブラックとかグレーじゃない限りは別にそのや、ポリシーに反する、今までやってなかったっていうだけだったら別にやるのは全然、あの、前向きというかポジティブなんですよね。うんうんうん。ただ,ただそれの効果だったり、その、なんでしょう。や、や,やった分だけなんかこう、 喜んでくれる人がいるかなみたいなののバランスの話かなと思っていて、広告を言うのも別にまあ、まあ、海外のポッドキャストはそうやってね、あのマネタイズしてるみたいな話とから試してみたいみたいな、うんうん、そういう動機で一回やってみて、ちょっと今言っちゃったらやめますかみたいな、永山さんと相談してみるみたいな、そういう感じなんじゃないかな。たぶん、うん、あ多分ね、お金が先に来るってことがないってことだと思うんですよね。 そのお金が欲しいからっていう理由ではなくて何か試してみたいからとかそれやった結果本当にが来るのか知りたいからとかそれで何がどういう変化が僕たちもしくはリスナーさんにあるのかは知りたいからとかそういう好奇心とか経験とか,験とかっていうのがやっぱあくまでも先にあってまあお金は別にそ,のそこでついてくるかついていないかっていうのはあんまり関係ないのかなって感じある。 程度はお金は先に先にっていうか言い方おかしいけど <laughs> うん、うん、自分のその身の丈に合わないようなお金が先に来るってことはやっぱりないのかなって感じですよねなるほどなるほど、うん、でもでも身の丈に合わないお金ちょっと欲し,欲しい欲しいですねたまにもうそうでもそれってんだろうな ピクセラがた例えば何億円かで買収されるみたいな。ああ、いいですね。でもそれはまあ別になんか、ああって感じですよね。うん。うん、あまり魂打った感はあ,あるのかな、うん <laughs> どう。どうだろう。う<ー>なるほどね、まあお。そうね。だからお金を稼ぐためにっていう考えたこと、そんなに。うん,うんない感じそ。そうだ。<じ>お金を稼ごうと思って。 でその株式の自動トレードの仕組みとかを作ってみたりとかしたけど<ー>全然運用しなかった <laughs> <laughs> 結局なんかそのテクニ指標のグラフの読み方みたいなやつとかそういうのはすごい勉強し,してなんかした,したりあと R っていう言語を学んだりとかはしたんだけどうん、うん、結局それで終わったっていう<ー>、うん、続かなかったみたいな感じですねかなかなるほどな うんだから結局なんか途中で燃え尽きちゃうんですよね。<laughs> でも、まあ、たまにそれをこう突き抜けてる人たちもい,ていたりするしててすげえなと思うんですけど、うんうん、僕はそこまでそこに対して情熱が傾けられないなっていうふうに思っちゃったってことかな。まあ、これなか僕もなんか、うん、よしあしは僕も自分ではああの性格的にあると思っていて。 もちろんその会社の事業としてやる場合はねそのお金取って稼がなきゃいけないかっていうのはもちろん考えるしうん、うん、それは大事だとすごく思ってるんだけど個人的な観点でなんかそのどうやってこうお金を増やしていくかっていうことをあん,あんまりちゃんと考えてない気がするんだよないやーだ考えた方がいいのかなうん,なんかそうそう考えた方がいいんじゃないかなって気はちょっとしてきたうん みんなだってほら兄さんの話とかしてるじゃん。してるしてる。してますね。投資の話してるもんなー。NISA、うんうん、の,の資料請求した封筒だけがどんどん溜まっていくんだよね。そうですね。うん、うん。まあだからそこ,そこですね。性格的なところもあるのかもしれない、ね。だからまあそう。らそういうことすらできないから、なかなか難しいんだよな。何なんですかね、この貧乏症なのかな、逆に。いや、わかんない。 わ <laughs> かんないな単純にそこの,の KPI としての,そのお金みたいなところにそんなにこう興味が湧かないかにその個人としてのかもしれないんですけどねそこ,、まあ、そこまでっていうか、うん、なんか,ななんかこうもう少しこうギラギラパワーみたいなの湧いてこないかな<笑><笑> ギギラギラパワーね、うん、クリスさんめっちゃめっちゃいい話あるんでちょっと「いいっすか」みたいな「<laughs> <laughs> めっちゃめっちゃいいんで」みたいな、うん、いや昔なんかめっちゃこの人ギラギラしてんなっていう人と会ったことありますけどビジネスの席でその方のねその名刺入れめっちゃトゲトゲだったんですよね <laughs> <laughs> なんかその辺からギラギラしてるなって大場所思いましたけど。そ,うかやっぱその辺から始めるん,ゃダメなんだ、ねうん <laughs> 形から <laughs>。形からやっぱ入ってやっぱいいもの買いたいとか、いいものつけたいとか、高いものを食べたい、服を着たいみたいな。そうなんだよね。そういうところなんでしょうね。そうなんだよね。ね僕なんか、いかに安いものでどうにか楽しめないかとか、そういうことすぐ考えちゃうから、<laughs> うん、うん。ただでできないかとかね。た,ただでできないかっていうことが、最初のなんかプログラミングを覚えた。 同期みたいな感じこれ全部ダウンロードできないのかなとかた,ただでみたいな,な <laughs> <laughs> その先にあるのが例えばそのただで自分が仕組みを作った時にあこれなんか売れるじゃんとか人にお金払ったら使ってもらえるじゃんみたいなその先がきっとあるんでしょうけどねそこまでいかないと。 すみません、えいのさん。こんな感じで大丈夫にダメだね。そう、出たね、この方。また僕、ね、いや、僕、そのね、唯一お送りしたお手紙も、その犬のことで、結構最終的に結構お二人を困らせてしまったなって、今。え、困ってはないですよ。お手入れはありがたいですし。いや、今回も、えいのさんの聞きたいことが喋れてるんだろうか。そこは、はい、非常に、まあ参考になったって言うとちょっとあれかもしれないですけど、はい、こういう、まあある種、答えのない、はい、ことをちょっと聞ける。答えはないですよね。ないですね。ないですよね。ないない。 別にその我々が絶対正であることは絶対ないけどでもなんかさかっこよく言いたいじゃんそうなんだよなそういうなるほどねみたいなフンみたいなねパンチラインみたいな出し全然出ないねそういう話はワンフレーズツーフレーズでうんないですねお金はご飯みたいなものですとかさ言いたいじゃんありましたね そういうの出ないから、このポッドキャストもね、こう今一つ始めきれないっていうところなんでしょうね、<laughs> きっとね。すいません、こん <laughs> <laughs> いや、これこそ、あの、望んでたもの、まあ、これがこれがオススメ FM ですからね。はい。ありがとうございます。またもんもんとしちゃったよ。<laughs> はい。と言ってたら、結構いい時間になってきたので、うん 最後にまたあの前回もねちょっとご紹介しましたけども、はい、あの今回もちょっとご紹介させていただこうと思いますがあのねゲストで来ていただきました猿之助さんが今お住まいの岡山で新しい IT コミュニティをを立ち上げようとされているということで、うんはい、岡山ドットなんか、ね。はい立ち上げようとまさしく画策、えー、しているところで、はい、初回は8月かな。おお とは思うんですけど、いはい。開催できればと思っていますし、うん、はい。それこそ、そのギラギラ社長じゃないですけど、僕も、あの、形から入るタイプでして、今、ちょっとその、岡山ドットなんかのイケてるロゴをですね、うん、えっと、はい、あの、発注しているところですね。おいおはい、発注している方が、あれですね、えっ、ー、と、この間京都であった、ヤプシーうん、うん、とかの、あの、ロ,ロゴなのかなあと、ノベルティ も、作られた、あの、うずらさんっていう方が、あるんですけど、ああはい。うずらさん、すごく、なんか、クールな、はい。あの、ノベリティをたくさん生み出される方だな、っていうのを、ちょっと、常々、はい。あの、拝見してたので、ちょっと今回思い切って、はい。うずらさん。 ちょっと今度、こ,こういうコミュニティ立ち上げたいと思ってて、はい。あの、かっこいいロゴがあれば、絶対大丈夫なんで、お願いしますと。<laughs> <laughs> ということで、<laughs> はい。楽しみですね。はい。<laughs> 今、はい、エ制作中というようなことをお伺いはしているので、はい。おそらく、そのロゴができたら、そのステッカーとか、はい、はい、作って、はい。その、イベントやった時に配ったりとかすると思うので、はい。ぜひ、ステッカーもらいに、岡山倉敷まで、はい、来ていただけたらと思います。ね 概要欄の方にリンク貼ってあるので、あ、これで、はい、コンパス、こちらに参加いただけると、N のさんが仲間として認知して、そうですね。一緒に立ち上げていくぞって感じなる今時点では本当になんか、なんでしょうね、クソコラみたいなアイコンっていうか、ロゴしかないので、これ、これは本当、キービジュアルみたいになってるなんかこ近未来都市みたいなやつはこれ、岡山の夜景ですかこれ、よく揶揄される、大都会、岡山って。大都会、岡山 で画像検やつで <laughs> じゃあ、薄すぎる <laughs>、はい。これはあ、あの、うん、あの、なんでしょうね、開発中の画面みたいな感じで。<laughs> 開発中の画面なるほど。見ていただければと。はい、わかりました。はい、ということで、皆様、ぜひとも、あのー、ね、岡山の新しい IT コミュニティ立ち上げに参加すると、いいことありますから、ね。あそれ大事。うん。うん、それが一番面白いからね。面白い。うん、大変だけど、面白いし。うん 関わることで少しでも変わることでこう、ね、自分の,この今後の人生にね,そね少しでもこうスにい一気にそこできるようネットワーク広がったりしますしねそう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 ,、はい、言うてあと僕そういったのを立ち上げた経験はないので、はい、ぜひあの知見のある方、はい、お手伝いしていただけたらそれも非常に、はい、心強いですね、はい、ですねはいということでぜひとも皆様、えー、興味がある方岡山の、ね、方はぜひとも え、入っていただければと思います。はい。というところで、はい。えー、先週、今週と日週にわたりまして、え、農さんにゲストに来ていただきました。ありがとうございま,すざいました。はい、ありがとうございました。え、では、えー、今週のおっさん FM は以上となります。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。言いましたね。うん、いや、もちろん言いいですよ。<laughs> <laughs>